なんだろうね、きつく言いたくないけど、うん、これじゃあもうアルファ D でやっていけないや。やっぱ舐めてるよね俺。うん、見返したんだけど、やっぱなんか俺にはすごい舐めてる感じがしてさ、うん、なんか敬語使う、舐めんな、舐めだけにしとけよお前は。もうそれなんだよね、それなんだよ、うん、やっぱ間違った方向に行く人間をやっぱこっちなんだよって導いてあげたいのよ、うん、どっちなんだい。筋肉ルーレットスタート。ピン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 、右左。バカなのお前。まあ、ちょっとまあ、そんなすぐに死んでもあれだと思うから、まあ、ちょっと長生きできる場所から行きましょうか、うん、俺100歳まで行きたいな。いや、そういうことじゃなくて、ちょっとふざけるの一回やめてさ。いや、笑ってないよ俺は。笑ってるとは言ってないな。うん、笑ってなかったとしてもふざけてるって感じ取られてるってことなんだよ。ダメなんだよね。それは、それが、それこそ人の価値観だと思うんだよ、俺は。その価値観を別に押し付ける、押し付けるつもりはないけど、せめて最低限のことはやろうか。オッケー。うん。ごめんね、押し付けてるように感じさせちゃったなら謝るんだけど。謝ってないよ、でもまだね。ごめんねって。いいよ、うん、いいよ。わかればいいよ。はぁ。ちょっと君来てみ。いや、無理無理無理。ねえ、こういうとこも常識になってない。一回来てみ。来なさい。いや、これ。マイク乗りないな。来なさい。こういうところもだよ。こういうところもなの。ね、そういう舐めてる行動を取るから死ぬんだよ、君は。どっちが先に死ぬか、勝負するか。俺は死なないの。助けて。さま。すぐ助けて。すぐ、さま、死ん。助けてください。死ぬ、死にたくないから助けてください。うるさい、うるさい、うるさい。うるさい、うるさい。痛いなぁ。俺でいいか？まあ、これはありがとね。うん。いいよ、いいよ。俺はいるよ。これは普通にありがたいよ、俺も。あ？何今の？おい！何をやってん！そう、ネギがなってない。調子乗りすぎ。ありえないから。なぁ。ってなるでしょ？今なんだ、俺の、うん、なるね、なんで怒ってる、なるね、なんで怒ってる、え、食べかけの納豆がなくなったからだよ。違うよね、この乗ってたバイクがさ、燃やされかけたことに対して怒ったでしょ。何してんの、撃つな、撃つな、死ぬから撃つなって、やめてやめて、もうもう死のうとしてるやん、もうそこまで来たら。起こさないからね、俺。まい、まい。もう死んでも起こさないからな、俺。勝手に死ね。俺知らねえよ、もう。弾なくなったな。やっぱさ、君もさ、若いじゃん。うん、52。結構真面目にさ。うん。真面目に若いと思うんだけど、別に若いはいいんだよね。ただやっぱ礼儀はしっかりしておこう。礼儀あって無礼ありだからな。親しき中にも礼儀ありね。で、俺んとこ敵来たんだけど、守りに行くよ。待ってて、いらないでね。だから行くよ。え、やるやん。多分ね、多分だけどね、うん、ほんと多分なんだけど、うん、リスナーだね。うまいな。うわ、いるいるいる、びっくりした。それ多分ね、多分だけどね、それリスナーじゃないね。殺した、殺したよ。殺したの、もう。うん、早いの。どうも。発言は本当に気をつけた方がいい。まあ、あのね、口は災いのもとっていう言葉があるんだけど、うん、なんかね、もうね、言っちゃったことってもう取り返しつかないわけよ。確かに。え、わかる？うん。なんか君も若いのはわかるけど。若いのは若いの。人を引き殺すってどんな神経してんだよ、お前。ありえねえんだろ。俺は絶対、あ、シャバくなった。俺は絶対、これでお前が助けてくれたらまだかっこいいな。お前人引いてんじゃん、お前。俺引かねえよ。今引いたくね。やるじゃん。負けない。
俺負けないでしょ。やっぱりまして俺なんか一応お偉いさんだからね、立場上は。あ、確かにね、立場上は俺はお偉いさんだから、うん、もうちょっとそのまあ恋を売れってわけじゃないけど、こんな感じです。いや違う、別に恋を売れじゃないんだけど、なんか舐めてかかるのは違うんじゃないのかな。舐めてないって。その発言が舐めてるって思われるんだよ。思われる、それはおかしいよ。だから、どうしたの？なんで？いや違う、別にあの、なんだろう、泣かすつもりとかなかったんだけどさ。泣かす、クリニック。泣いてないの？すって言える？す。うん。言ってみ、す。すん。み。み。ま。ま。せ。せ。うん。うん。すみません。うん、メンバーさん、なんか違うんだよな。待って、待って、ちょっと黙れない？一回。いや、そのね、その黙れないも良くないと思うんだよね。わかる？このちょっと、わかるわかる。なんだろうな、言う、まあ、こんだってさ、死んじゃってもさ、ゲーム終了なだけじゃん。いやいや、命かかってんだよ。いや、闇のデュエルじゃないんやから。え、言ってんねん。おぉ、すごい。こいつら、弱すぎこいつら。そういう発言が平気でできるから多分ダメなんだろう。なんでこの子たちこんな弱いんだろう、もうかわいそう。もう舐め腐ってる、煽りレベル150ぐらいあるぞ今の。人は涙の数だけ強くなれるんだ。涙の数だけ強くなれるよ。歌わなくても頭の中流れてたから、その発言で。ごめんごめん。うん。うっせぇわ。うっせぇ、うっせぇ、うっせぇわ。あんまここしかわかんないんだよ。だ、わかった、もう、もうわかった、これ2回やってわかった、もう俺が悪いわ。うん。ね、俺がちょっと、うんうん、なんだろう、このボーン君の個性に合ってない謝らせ方とかをしようとしたから、うん、俺が悪いかなって思ったね、普通に。これ言ってんねん、お前は。聞いてる？いや、聞いてるよ。うんうん、なんだろうね、きつく言いたくないけど、うん、これじゃあもうアルファ D でやっていけないや。なんでー泣いてるの？歌ってんの？どっちでもいいじゃん。あー、そっか、大丈夫これ。いいかよ、こいつらアンチが、こいつら勘違いで死ぬんですか。これ見たら撃ってきてんの、アホなんちゅうてんの。アホなんちか。今アンチがバカにしてたよな。いえ、なんよ。僕が誰を愛したとしても、君が求めないとね。知らない花びら咲かせよ。だけど君がいない、君